陰圧を作り出すために使用される、車の VAC ポンプ陰圧閉鎖療法、別名局所陰圧療法、減圧閉鎖創傷療法、減圧被覆法とは、慢性、難治性の創傷の治療に用いられる技術であり、一度や二度の熱症に対しても述べようされる。この療法は、幹部環境を被覆し管理された負圧をかけることによって、慢性の局所創傷の治療を促進させる。 医療技術であり、被覆剤を使用して幹部を密閉し、吸引ポンプに接続する。総症管理におけるこの技術の採用は、1990年代から2000年代にかけて劇的に増加した。陰圧閉鎖療法を検証する多くの研究がなされ、とりわけ、キネティックコンセプト社の陰圧補助閉鎖療法によるものがその代表である。単に、爆療法、 バックセラピーといった場合は特にこの KC 医社のパテントであるバックシステム、正式には VAC ATS 治療システムを指す。発表された論文の査読により、陰圧閉鎖療法は他の処置と比較して効果的であると評価されている。2008年に国蘭共同計画の再検討では、論文は有益な効果があると主張しているが、データは 難治性相傷治癒率の際だった増加は見せていない、と報告された。しかし、査読追試の方法論に不備があったとして、それがさらなる研究を呼ぶこととなった。2010年の組織的な検証では、この治療法が、足の糖尿病性の慢性相傷の治癒を、促進するという証拠が得られたが、他の症例では確たる証拠が得られなかった。陰圧閉鎖療法では、傷は、 治癒を促進するため特殊な保護剤で密閉され負圧がかけられる。持続的に負圧をかけることによって肉芽が,が、はじめ床から引き出され、幹部の血行と組織の形成を促進し、相症の治癒を促進するとされている。相症の種類や臨床対象に応じて、持続的あるいは簡潔的に吸引がかけられる。一般的には被覆剤は週に2度から3度交換される。 手術に使用される。被覆剤は多孔性のフォーム剤とガーゼトがあり、かけられる負圧を保持するためにフィルムで傷口に封入される。陰圧閉鎖療法の機器が傷を湿らせるために生理食塩水や抗生物質といった液体を送り込む。陰圧閉鎖療法は一定の範囲の総称に対して適用される。臨床調査実績と 国際的な総症治療の専門家26人のベストプラクティスの意見を取り入れた2008年の合意文書では、この治療法の適用書を次の範囲にまとめている。糖尿病性の脚部関与、複合性脚部関与、胸骨部劣化相症、腹部会相症及び外傷性の相症である。これらに加え、この両方は再建的手術にも用いられる。 ナーシングタイムズの記事は、傷の密閉さえ可能であれば、ほぼどんな傷にでもやけど、皮膚接合、皮膚弁、術後処置などに、この治療法が使えるという。1995年、KC 医者の陰圧補助閉鎖治療システムは、深い外傷、裂症、皮膚弁と接合、圧性改良及び難治性相症に特定して、陰圧閉鎖療法の製品として、初めて、 アメリカ食品医薬品局の承認を取得した。米国内で病院での採用が増えるにつれ、2001年には、センターズ・フォー・メディケアメディケードサービスの弁済を受ける承認も得た。フォーム被覆剤を使用して、傷に負圧をかける全般的な陰圧閉鎖療法の技法は以下の通り、被覆剤の使用が、バク治療システムで最も共通している点である。 1997年、モリキスト・アルヘンタは、ポリウレタンフォームの被覆剤を使用した試みについて、記述している。フォーム剤は、傷の空洞を埋めるために使用され、傷の大きさに合わせてカットする。フォーム剤を総称に当て、上からドレープフィルムをかぶせて密閉する。ここに穴を開けて吸引用のチューブを密着させ、吸引ポンプ側面のキャニスターに接続する。 爆療法においては、はじめ床上の陰圧は、傷表面のマイクロデフォーメーション、すなわち、濁流と肉がの形成を促進する、要作用する。銀を含振させた、被覆剤が開発されており、抗菌のために使用される。爆システムの配管やポンプには、装具の陰圧を自動的に監視し、設定した陰圧を保つ、独自の機能がある。これにより、 装具の陰圧はあらかじめ設定したレベルに保たれる。ガーゼを使った陰圧閉鎖療法は、木綿ガーゼ、透明フィルム、平面ドレナージ、チューブと吸引といった一般的な医療資材を用いて行う技法である。平面ドレナージをガーゼで挟んで装具に当てる。幹部を完全に密閉するように、ドレープフィルムで覆い、チューブを介して、ドレナージを吸引ポンプに接続する。 ォーム材とガーゼに加えバイオドームテクノロジーによる第3の被覆材がある。シリコンゴムで接合された腐食ポリエステルの層で構成されており、層面に固着しがたい表面を持つ。はじめ床に接触する面のバイオドームと称する多数の微細なドーム状の構造を特徴とする。この被覆材を傷に当てドレープフィルムで覆ってチューブのついたパッドをフィルムに開けた穴を通して 装着する。チューブに接続したポンプで低圧の吸引がかけられる。被覆剤の微細なドームはそうめんへ接触しつつ、組織が成長する空間を与えることを意図している。これら3つの技法すべてにおいて、一度被覆剤が密閉されると、使用される機器に応じて持続的あるいは完結的な威圧をかける吸引ポンプがセット可能となる。爆療法においては、 通常の治療レベルはマイナス125水銀中ミリメートルであり、痛みが激しい場合には減らして良い。バイオドームテクノロジーの場合にはより低いマイナス75水銀中ミリメートルが用いられる。完結法では吸引は設定された間隔で行われる。陰圧閉鎖療法の機器は毎日決まった時間使われることもあり、1日最低22時間に保たれる場合もある。 複数の総症や極端に大きな総症の患者には1台以上の機器が使用可能である。それぞれの陰圧閉鎖療法の機器により異なった安全特性と推奨的応症が存在する。使用される被覆剤の種類は総症の種類、臨床対象と患者による。浅かったり変則的な傷で痛みに敏感な患者、総症が 皮下に潜っていたり広範囲にわたっていたり先行がある場合などはガーゼが使用される。一方、傷の形状にフォームがぴったりと当てはまり、組織の肉が形成や傷の縮小が目的である場合にはフォーム剤が適している。豚による実験ではガーゼはフォーム剤より肉がの形成効果が薄いという結果が出ている。ジャーナル・オブ・ウーンズの2007年版の研究によれば、 フォーム剤は、浸出液や感染物質の排除が容易である一方、ガーゼはこれらを吸収し、はじめ床と接触し続ける。加えて、フォーム剤を爆療法で使用した場合、マイクロストレインを引き起こす、科学的な証拠が認められたのに対し、ガーゼを使用した場合ではそれを裏付ける証拠は、得られなかったという。マサチューセッツ工科大学の2004年の研究では、 爆療法独自の作用メカニズムとして、肉が組織形成をもたらすマイクロストレインについて、特に検証が行われた。ある陰圧閉鎖療法機器のメーカーは、ガーゼでもホーム材と同様に総称の大きさと、浸出液を減じて、組織の形成を促す効能があると主張した。しかしながら、爆療法のみが次に挙げられる作用メカニズムを有していた。 すなわち肉が芽組織形成の促進進出液と感染物質の排除不守の軽減及び濁流の刺激である。陰圧閉鎖療法の効果について数百もの報告が相互に検証可能な紙面上で発表され、その大多数が爆療法についての情報を提供している。爆システムは特に22の無作為に抽出された臨床試験により裏付けがなされている。 ブルームらによる2008年に刊行されたダイアビーティーズケアの糖尿病性客部総症342例の無作為臨床試験では通常の湿潤療法と比較して陰圧閉鎖療法の方が治療の効果と期間が極めて良好であったとしている。ブルームは湿潤療法の群より全治期間は幕群の方がはるかに短かったと述べた。それ以前の2005年に ランセッタに発表されたアームストロングラによって行われた無作為臨床試験では糖尿病性の足切断患者162人について16週間の試験が行われ基準群に対して陰圧閉鎖療法ではより多くの患者が治癒という結果を得た研究はまた陰圧閉鎖療法は安全で効果的な治療法であり通常の治療と比較して早い治癒率があり 再度の切断を低減することにつながると結論付けている2006年のピュエルステークラによる慢性海洋入院患者60名の無作為比較対象試験では完治までの中間値が目覚ましく短縮された。筋膜切除を受けた34人の患者を陰圧閉鎖療法で治療した2006年の無作為臨床試験ではヤングラは 創傷閉鎖までの平均時間が16.1日から6.7日に短縮されたと報告している。こうした研究結果は引き続き注目される。初研究を裏打ちする佐読は、陰圧閉鎖療法が創傷治療に効果があることを明らかにしている。しかし、方法論の弱さから、さらなる研究を求める声もある。国論レビューは、2007年時点で行われた7つの 研究に基づき局所の陰圧が慢性喪傷の治癒を促すという確実で信頼できる証拠はないと述べている。査読では治療によって有益な効果は認められるものの、より質の高い調査が必要と結論づけている。2010年の別の査読では17例の臨床試験が検証されたが、そのうち5例は以前の査読に入っておらず結果を評価された。 これにより、他の種類の総称については、さらなる研究が必要であるとしながらも、糖尿病に関わる足の総称については、もはや陰圧閉鎖療法が安全で、治癒を促進するという十分な証拠があると結論づけている。他の総称の治癒促進については、有望と考えられ、陰圧閉鎖療法は、他の技法と比較して目立った合併症がないことが特筆されている。 陰圧閉鎖療法の経済性については治療コストが馬鹿にならないという点が数々の研究において指摘されてきた。研究では入院期間、必要な手術の回数、再発などといった要素をすべて考慮に入れてこの治療法が経済的かどうかを検討している。フュエルステイクラのかかと海洋の爆療法についての2006年の研究では入院期間は 通常の治療と比べて大幅に短縮されている。シュビンらによる2005年の230例に及ぶ過去に、遡ったバクによる海洋治療の研究では、入院は短く、傷の問題に関わる手間も少なく、緊急の傷のケアについての通院も減った。他の治療形態と比較して、バク療法の患者にとっては4.209ドルの節約になった。リソースの活用と手順。 直接コストに注目した研究が2008年に、アップルクビストラによってなされている。糖尿病性海洋を因圧閉鎖療法で治療した162、例の患者に治癒までにかかった平均コストは25,904ドルであり、それ以外の治療法の平均は38,806ドルだった。必要な手術回数の効果について言えば、シーゲルラは、 軟組織肉種の22例の患者の術後処置について、統計的に顕著な必要手術回数の削減があり、軟組織の移植なしに治癒した患者が増えたという。カタリノラの2000年の研究では、胸部切開後の炎症に他の処置に変えて、爆療法を使用した際、処置ミスを減らすことができたとしており、ナーシングタイムズ氏にコスト効果を表しながら寄稿している。 陰圧閉鎖療法は2000年代中頃にアメリカ軍によって採用され、軍病院での使用が始まり、医療担当者の以前の経験から導入された。ライニンガーラによる2006年の研究では、米軍病院でこの治療を受けた77人の患者の場合、総症感染率はおよそ80%から0%に削減されたという。航空移送中のこの療法の使用は、 爆傾向機器の飛行証明取得に続いて2006年に軍に承認された。その翌年、この技術は戦場で負傷した兵士に対して前線で使われ始めた。軍と病院での使用に加え、この治療法は家庭の患者に対しても2000年代早期から使用されている。KCE は家庭用に専用設計された最初の陰圧閉鎖療法機器を2000年代後半に 発表した。米国では FDA の2010年医療機器家庭使用指針の一部として、陰圧閉鎖療法機器を製造するメーカーは、特にその目的のために承認を得ない限り、製品は家庭での使用を意図したものではないことを製品上に表記することが求められていた。FDA はより安全な家庭での使用を意図したもので、KCE をはじめとする陰圧閉鎖療法機器の開発者たちは、 この指針を支持するとした。日本においては総称を閉鎖し、出順環境を保つという出順療法は、すでに、戸谷部俊一の提唱により、臨床の現場に取り入れられていた。これに、さらに陰圧をかけることによって、治療効果が促進されるという情報は、アメリカ合衆国から入ってきてはいたものの、実質的に、陰圧閉鎖療法、KEC 医者の枠システム、という河川状態であり、 専用機器の輸入や導入はコスト面で非現実的とも言える状況であった。治療法として厚生労働省による認可が降りておらず健康保険が適用されていなかったためである。そうした状況下であっても専用機器を使用せず手持ちの注射器や病院の病室壁面に設置してある吸引装置を使用して簡易的に陰圧状態を作り出す方法が紹介され、 これにより一定の成果を上げた医療機関もあった。しかし、手作り感は否めず、完全に密閉を保ち、一定の圧をコントロールすることは困難であった。2009年11月、ようやく爆療法が日本でも認可され、2010年4月からは診療報酬の適用が可能となった。ありがとうございます。